大相撲春場所だより、10日初日、エディオンアリーナ大阪、大関・霧島、27、は3日、前日に続き大阪、堺市の置いて風部屋へ出稽古に赴き、関脇大栄翔と平幕遠藤、訪れた御嶽海3人を指名し、計14勝6敗だった。春場所後の部屋の転属について初めて言及し、それは場所が終わってから決まっていく、とした。 師匠の六野親方、元大関霧島、が4月に日本相撲協会の定年、65歳を迎えることに伴い、先に六野部屋の閉鎖、消滅を明かした。霧島は昨年12月に六野部屋の部屋付きから独立し、音羽ん部屋を創設した音羽ん親方、元横綱鶴竜、が師匠を務める同部屋を希望し、転属は確定的となっている。 六部べや所属としては最後の場所。これまで2回優勝しているから、スタートラインでは優勝の可能性は100%あると思って頑張りたい。優秀の美を飾る意欲をにじませた。